この方々は私が12日ぶりに日本語を話すことができた方々なんですけれども、愛媛県から来られたグループの方だそうです。今私の前を1台の車が走っています。この車を運転しておられる方は私をあるところに連れて行ってくださろうとして先導してくださっています。この川貝村を見下ろす小高い山があるんですね。そしてそこへ行く道がどんなに探してもわからないんです。それでどなたかに聞きたいと思って、銀行のようなところに行って、聞いたんですけど、それでもうまくわからないんですね。それでしょうがない、民家に入って、聞いてみました。そうするとこの奥様が、車に乗ってですね、私を先導してくださったんですね。そして目的地の入り口まで連れて行ってくださいました。ありがとうございました。先ほどの女性に連れてきていただいただけのことがありました。ここからの眺めがこの川貝村すべてを見ることができます。